やば、うまそう。全部美味しそう。男が唯一喧嘩するポイント、チャーハンの作り方。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、異世界食堂2第1話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。異世界食堂を見ていこうと思います。いやね、もう本当に僕これ大好きなアニメでして、なんか見てるときはなんか結構なんかどんな風に有名になってるのか知らなかったから、2期も来ないと思ってたの。だからもう2期は来ないだろうなって諦めながら、こう、普通にアニメ生活を過ごしてたら、ついに2期が来てくれたんですよ。もうマジで嬉しくて。だから本当にね、今回はいても立ってもいられなくなってリアクションやっているわけなんですけどね。まあ本当はね、まあこの1週間ぐらい前にもう放送はされてるんだけど、まあちょっと配信だったり僕の動画撮影のスケジュール上、ちょっと1週間遅れの更新になっちゃうんですけど、許してください。まあその代わりね、1週間遅れなんで、まあその代わりなんかもういろいろと情報が入ってくるので、まあなんかそのね、話に出てくる食べ物を食べながら、のんびりリアクションやっていこうかなというふうに思います。なのでね、今回コーンスープが出てくるらしいぞという情報をつかみましたので、ほら、今回はコーンスープを用意いたしました。見える?見えてる?コーンスープ飲みながらやっていこうかなというふうに思います。もう絶対うまいじゃん。もう本当にさ、異世界食堂とかそういう飯テロアニメを見ながら食う飯が一番うまいということですよ。72度。まあ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 見てるうちに冷めるでしょうということで、まあ見ていこうかなというふうに思います。それでは見ていきましょう。異世界食堂2第1話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう、よーい、スタート。まあ何かを見ながら飯を食うっていうのはあんまり行儀のいいことではないけど、あ、これおぉ、あれったー、久しぶり。クロちゃんもいるじゃん。おぉ、グラスとかワイン飲む人もいるのかな?この猫屋は。さあ、準備ができている。あっち、これマジで。お?お!コーンポタージュ。うまそう!アニメの方が美味しそうなんだけど。コーンポタージュって作れんの?個人で。へえ、いいじゃん。嬉しいよな、こう、洋食屋のコーンポタージュ。ん?あ、終わった?あ、なるほど、なるほど。あ、そうか、喋らないでも喋れるんだよね。ああ、バターチキンカレーか。バターチキンカレーじゃなくてチキンカレー。そうだね、この子はチキンカレー食うんだよね。アレッタは結構何でも食う担当みたいなところあるよな。一応ね、なんとなく YouTube の無料配信を見たので、キャラクター覚えてるとは思う。夢のとこだけどね。はい、お!お、うまそう、シチュー!もうデブかける。飯、これイコール最強。あ、うまっ。うまっ。あ、これ見ながら食うから倍うまいです。あ、3倍うまい。うまっ、俺、コンポタージュ、久しぶりに飲んだ気がするわ。なんか、一期の頃とは違う音楽だね。ポップというか、異世界感強い。おー!まだ見ぬ強敵たち。おぉ、バカ。ははは、なんかポップになったね。この広い世界に。じゃなくなってる。すごい可愛い曲になってる。バク。わ、ビールいいな。いや、もう本当にね、何が出てきても食いますよ、本当に。もう、調達してきます。リアクションまでに。それで食べる。もう。もうね、いつもリアクション朝撮ってんすけど、もう関係ないから。もう朝から、カツ丼とか出てきても僕はカツ丼食います。食いながら見ます。おー、うまそう。なんかまだ見ぬハンバーガーとか、なに?ゆで卵コロッケ、チャーハン。やば、うまそう。全部美味しそう。やば。
飯作画のいいアニメは名作っていう法則があるからな。帝国。帝国。お、新キャラだ。ギルドってことね。ゴブリンか。まあ、そうだな。ゴブリンは、ゴブリンスレイヤーさんに任せよう。おうおう。あ、行くの？やめとけ、ゴブリンは。奴らはアホだ。なに？おう、傭兵。猫っぽいね。まあ、傭兵と冒険者があるのか。何者？お？夜掛けのヒルド。何？刺激の方を求めてるタイプ？大会よりも。戦闘の。おー、ゴブリン、ゴブリンか。ゴブリン。お、強い。ボウガン。おーおー、ナイス。トゥ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 。おー。これ、飯テロアニメだよね。なるほど、ゴブリンを食うのかもしれないな。なるほど、なるほど。何？多いなー、やばいぞ。でもこれも勝っちゃうんだろうな。勝ってるわ。お、チーズか。チーズとパンか。なにそれ、お、うまそう、そっち食いて。このコーンスープうまいけどさ。あ、うま。この音楽がいいね。ちょっと緊迫感が出る。おー。だから、ああ、コロニーがあるのか。なるほど、なるほど。お宝探しってことね。なんだ。お、猫屋だ。扉がある。ここ、ゴブリン入らないか。ゴブリン入らない。大丈夫？なるほど。いろいろ見てる感じなんですね。だいたいみんな恐る恐る扉開けるよね。一気でもそうだったけど。さあ、食べ物という美味しい、あれがあるわけですよ。それは麺食らうわ。お、なんだっけ、照り焼きチキンと、ロースカツと、なんだっけ、プリンアラモードと、カツ丼と、カレーか。お、あー、卵スープじゃないってこと？美味しい。あ、そうなのね。おー。でも、ここではもう魔族とかそんなん関係ないからな。この世界での魔族の立ち位置がよくわからんよね。リザードマンも魔族に入るの？オムライス。土曜の日だよね。おー、いいじゃん。なんか、まあ、わからないんだろうな。そういう暦の概念はないだろう。何食べるんだろう。マスター有能すぎるよな。何でもいける。おお。警戒してるような雰囲気はあるよな。さあ、
何食う？猫だから魚かな？ん？え？知ってんの？コッシー。アイスのこと？めちゃめちゃ安いんだよね。なんかフライドポテト知ってない？お、チーズケーキいいじゃん。あ、チーズ好きなのか。おー、いいじゃん、チーズケーキ食べようよ。おー、スフレチーズケーキか。おー、いいじゃん。なんか戦闘民族らしからぬ優雅な食事だね。早い。もう年で伝わってるんだろうな。期待していいと思うよ。おー、照り焼きチキンと。安いからみんないっぱい食うんだよね。お？そうかそうか。そうなんだよな。なんかすごい人たちがみんな来てるんだよね。さあ、挙句の果てにパンに合うのは何かで喧嘩したからな。おー、紅茶。アールグレイ？アールグレイしか知らない。おー。大量にかけてもいいです。甘くて美味しいよね。まあ、多分貴重だからね。キビの塔かな。紅茶いいよなぁ。コーヒーより紅茶派だわ。おー、俺も疲れた体に染み渡る。あ、うまい。おー、やばい、チーズケーキにすればよかったかもしれない。すればよかったかもしれないって知らないんだけど。うん。おー、うまそう。食べたい。かわいい。声がかわいいし、やばいな。ストロベリーのソース。おー。うわ、綺麗だな。うまそうやん。すごいよな。でもマスターだって歌詞の技術まで習得してるってことでしょ。マジでスキルがえぐいよな。直撃の相馬の雪平相馬もびっくりだよ。もしかしたらサイバー丈一郎なのかもしれない。はいはい。おー。おー。三皿おかわり。新しい仲間ができたわね、みたいな雰囲気やな。でも、いずれごった返すよな、これ。でも、そこはうまいこと、人の流れでいい感じになってんだろうな。あー、消えるんだ。7日に一度、会えるみたいな。本当だよ。お金使うけど、すごい幸せになれる。もう、樽でビーフシチューをこう。おお、まかない食べよう。でも、カレーとなんかじゃないの？いや、いいな。お、チャーハン。お、カレーはカレーか。山盛りだな。すごいよね。あ、そうか、中華とかわかんないな。
そうかそうか、バイトで培ったのか。なんかラーメン屋のチャーハンと同じ味にするためにめちゃくちゃ修行いるらしいっすね。ああ、コンポタージュ。なんか切れちゃってそう。中華スープになってるだろうな。おお。コンポタ飲みたかったんだよな。けどさ、あの中華スープが本体みたいなとこあるよな。チャーハンはな、チャーハンは全人類の男子の数だけレシピがあるからな。男が唯一喧嘩するポイント。それは女の取り合いと、チャーハンの作り方。おい、表現。パラパラにたどり着く。いいよなぁ。チャーシュー入ってんな。マジで仕込み大変だろこれ、一人で。そうです。一口食べてみようよ、クロちゃん。おうおう、似てるよ。てか、多分あれに味付けたんだよ。あの、チキンカレードリアっていう、あ、チキンカレードリア?カレーチャーハンをやったあの、歴代大物 YouTuber がいるんですけど、試してみたらいかがですか?いいんだ。拒否するんだね。私はこっちよ。おお、また会おう。でもこの猫屋って、平日も営業してんだよね。そうなるとすごいよな。ん?あれ?何?お、あー!そうかそうかそうか。もう一つ?あ、コンポタ?おー、いいじゃん、コンポタージュ。いいな、なんか一から作ったコンポタージュって飲んだことがない気がする。ああ、トレジャーハントの人?ああ、そうなんだ。解読してんだ。ああ、じゃあ、メンチカツサンド食べさせてあげようよ。サラさん、大丈夫?あら、寝ちゃってるわ。なんか下宿してるんだよね。サラさんの近所か、サラさんの持ち家かなんだかに。東大陸語じゃないのか。偉いよな、レッタちゃん。なんか真面目でいい子よね。好きです。金髪だし。何より金髪なのがね、ポイントがね、10億点ぐらいある。可愛すぎる。天使。エンジェル。マイキューピッド。なんだろう。あー、なんかね、手伝ってあげたいよな。そうなんだ。なんか考えてあげるの優しくていいね。お、あ、一緒にコンポタージュ飲もうっていうか、大丈夫か?放置して。まあ、大丈夫か?最近の魔法瓶は強いらしいからな。一緒にご機嫌な朝食食べようぜ。お、整理してくれてますよ。お腹空いてるよね。お、なんかやってる?あ、そうなんだ。
すごい勉強してたんだな。てか集中してたんだな。お、コンポタの匂い。沸かし直してんのか。いや、朝起きてこんな美少女が朝ごはん作ってたら僕もう昇天して死にます。お、おー、コンポタ。なんか IH みたいじゃない？え、IH やろ。おお、パンダ。まあ、あるかもっていう情報だもんね。食べ物。お子ちゃま。まあ、満たされてるのかな。ちょっとあげてあげよ。いい関係性。おう、モーニング再び。ご機嫌な朝食だ。あ、俺も。ありがとうございます。いただきます。あ、うまい。美味しい。ああ、まあ、めんどくさいタイプか。お、チーズだ。うわ、うまそうなんだけど。めちゃくちゃうまそう。カロリーの爆弾だから、パン食えないよな。紹介されたら、テーマになったら食うけど、無理やりにでも。さあ。頭と歯が痛い。甘いのは苦手なんだね。これぜ、うまそう。トウモロコシと、あー、そうか、トウモロコシないのか。うん、そう感じるとめちゃめちゃうまい。おー、あー、パン持ってくればよかった。あー、美味しそう。でも、コンポタージュって作れんだな。俺もう粉からしか作ったことないから分かんないんだな。なんかそういうあれなのかと思ったわ。ん？ああ、コンポタ。私もちょっと、あと一杯欲しいですわよと言わんばかりに。あ、アレッタにもちょっと半分こしようよ。ああ、好きなんだ。半分半分にしようよ。好きなんだ。甘いものが好きなんだね。かわいい。もう姉妹みたいじゃん。あ？え？例のもの？おう。メンチカツサンド。食ったばっかりじゃないか？お？ははは、すべて満たされた顔している。まあな、食事さえ潤えば幸せよな、生活は。おわ、うまそう。めちゃうまそう。なんか、一個食べようっつって、結局全部食べちゃうパターン。やばー、超うまそう。え、てか、あの解説を聞いてからコーンスープ飲むとめちゃくちゃうまい。あ、うまい。粉からでもうまい。粉からでもうまい。マジでやばい。あはは、美味しい。うまっ。いやー、よかったですね、ほんとに。おー、なにこれ。こんなポップになったんだね。なんか、結構2期、2期あるあるだよね。なんか1期は結構荘厳にやったけど、2期はなんかポップになってるっていう。次回なんだろう。次回、カツ丼とかだったら僕、朝からカツ丼食わなきゃいけないんだけど。いやでもめちゃくちゃうまいわ。これ見て、で、なんかこう味の解説とかを聞きながら食べるとめちゃくちゃうまい。感じる。今まで舌が感じなかった部分が感じるようになる。おー！
なにこの歌。うまい。うますぎる。こうやってどんどん人が増えていくんだろうな。おー、猫や。おー、異世界食堂制作委員会、ありがとうございます。お、ビーフテーキ、やばい。俺、ステーキ食わなきゃいけないの、朝から。あ、積みました。あの、ステーキ、あの、いた。あ、シュークリーム、あ、シュークリームならいいわ。あー、なにこの、あ、あったらコーヒーゼリーだね、あの子。おー、なるほど、なるほど。アイシー、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 アイシー。はい、というわけで見終わったわけなんだけど、いや、うまい、いや。うまかった。はい、美味しいアニメだなというような感じがして、なんか追体験できるよね、この異世界食堂を。こうやって食べ物を食べながら見ると。いいですね。皆さんは深夜だから飯テロで、お腹空いたよけど食べると太ったよっていう風に思いながら見てるでしょうが、僕はあの朝見てるんで、まあ美味しく、楽しんでおりますというような感じなんですけど。いやね、このね、アニメ見ながら食う飯はうまい。うまい。本当になんかね、感じ方が変わるんだよね。このさ、あの僕が飲んでたコーンクリームは粉のやつのインスタント、お湯で溶かすやつだから、なんかミルクの旨味がとかオラニエがとかいろいろとこう言ってたけど、それは多分ね、感じるほどもないくらい薄まってると思うんだけど、感じるんだよね、なんとなく入ってなくても。なんか感じ方が変わって、舌がそれを言語化されたことによって、その感覚を、あ、これがもしかしたらオラニエのなんか香りなのかなとか、これミルクの風味なのかなって思うようになるんだよ、舌が。いやー、美味しかった、なんか良かったなっていう風に思います。クノールさんでした。クノールさんのなんかつぶつぶコーンクリームみたいな名前のあれ食べたんですけど、あの案件お待ちしております。食べ物を美味しく食べます。アニメを楽しく見ながら、食べ物も美味しく食べる、これがね、一石二鳥なのがいいアニメですね。いやー、いいな。でもなんかもう嬉しくてしょうがないな、本当に。このアニメないと思ったから、なんかあー、人気あるんだと思って。で、それでいてさ、めちゃくちゃ人気じゃないですか。すごい嬉しい。なんか当時なんか人気だった印象があんまりないんすよね。特にニコニコの無料配信で見てて、この異世界食堂ってニコニコだと無料じゃなかったんすよ。だから見れてなくて別のサイトで見てたんですけど、いや、これニコニコでなんか伸びてないと、なんかコメントとかでネットで話題にならないとこれ伸びないんだろうなって思ってたけど、よかった、なんかある程度人気は保たれているんだなというような雰囲気があって、よかったなというふうに思いますけど。いや、いいね、新キャラも出てきて。チーズケーキうまそうだった、あれ食いて。スフレチーズケーキっていうのは食ったことがないな。なんかスフレオムレツとかって言うけど、なんかふわふわなのかな。僕普通の焼きチーズケーキしか食ったことないですよね。レアチーズケーキも食ったことないから、どんな味なのかがわからんのよな。しかも俺、チーズケーキって、まあ、食ったことはあるけど、基本的に味の中で記憶として残ってるのは、北海道蒸しパンってあるじゃないですか。あの、北海道のマークがついたチーズ蒸しパン。あれを凍らせて食ったイメージしか頭の中で残ってないから、どんな味なのかなっていう風に思う。いやー、パン持ってくればよかったな。パンにコーンクリーム浸して食いたかった。いろいろと語れるところありますね。やっぱりデブかける飯は最強ですよ。いやー、いいな。でも本当に、いやー、いいな。でも本当に次回はまあシュークリーム食べながら見るかな。いや、もう本当にね、なんかもう、でもちょっと怖いよね。なんかもうビーフシチューとか、すげえビーフストロガノフとか、なんだろう、スペアリブの、なんか子牛のスペアリブとか出てきたらちょっとやばいなっていう風に思ってるんだけど、マジでやばい。朝に子牛のスペアリブをどっかでなんかこううまいことして食べなきゃというようなあれですけど、まあ毎回毎回ね、まあせっかく一週間遅れてるし情報も入ってくるということなので、まあ毎回毎回物を食べながら、なんかちょっとなんか行儀悪いかもしれないけど見ていこうかなという風に思います。まあこのなんかスタイルの難点は本当に食べながら喋れないっていうことだよね。まあ、無駄に喋んなくてもいい気がするような、なんか、喋りたくなっちゃって、あーっていう風になっちゃった時もあるけど、まあいいんじゃないですかね、というような感じで。まあそんな感じで、いろいろとやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあそんな感じで今回は終わろうと思います。なんかコメントあればください。チャーハンうまそうとか、あ、マスターとか、クロちゃんとか、レッターとか、いろいろとお待ちしております。あれもタツゴロウとかもね。いや、うまそうとかね、本当にチャーハンうまそうやったな。あのさ、マスター、あの技術やばくない？ケーキ作れて。だって、あの、料理人の世界でもデザートってかなり鬼門だって言われてるレベルで難易度高いらしいんですけど、
なんかデザートも作れて、中華行けて、和食もまあ行けなくもなくて、洋食得意、もう何あの人怪物やん。しかも全部それを一人でやってるからね。恐ろしいなというふうに思います。はい、まあそんな感じで今回終わろうと思います。以上、異世界食堂2でした。バイバイ。